母恋駅は北海道室蘭市母恋北町一丁目にある北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は M35、電報略号はここ。母の日のプレゼントに入場券が人気となっている。1976年の母恋駅と周囲約500メートル範囲。左が室蘭方面。駅裏が日本製功所。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成昭和9年に住民から簡易駅解説の請願が出された所在地名よりシリマシホによる説ではアイヌ語の北西オいが略されたポコイに由来するとされるこのほか、アイヌ語のポコイに由来するという説もあるこの場合当地全体が沢だったため付けられたとする 相対式ホーム2面2線を有する伏線区間の地上駅。転鉄器を持たない防線駅となっている。互いのホームは両ホーム東側を結んだ湖線橋で連絡している。東室蘭駅管理の簡易宅駅となっている。毎年5月に母の日記念乗車券を母恋駅記念入場券を通年発売している。職員配置時代から 母の日記念入場券が5月に発売されていたが、1984年に簡易委託化された際、当時簡易委託駅では入場券を発売しない原則があったことから、母の日記念乗車券を大体発行した。後見時代は室蘭行きだったが、2015年現在は東室蘭行きの大型券が発売されている。その後、観光旅行記念として前日の入場券が、 数年発売されるようになった。改札業務は行っていない。開業時からの駅舎が利用されており、校内の南側に位置し、ホーム南側に接している。駅舎内にトイレを有する。かつては駅舎内に売店も存在おり、1993年時点では営業中だった。駅は地元のコミュニケーションの場として活用され、駅舎内でイベントが行われている。 かつては、黒より作、大黒島と記載された駅スタンプが存在したが、2008年時点では、なくなっている模様。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。母子イメシオモ駅弁は、下記の通り。ありがとうございます。